ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は格安チームの一つである IIJ ミオの特徴についてご紹介したいと思います。IIJ ミオは格安チームを提供している事業者の中でも特に歴史が古くて、2008年頃からサービスを提供しています。また、あまり知られていませんが、IIJ ミオが提供している MVNO のサービスはフル MVNO と呼ばれるサービスで、他のところが提供している格安チームと違って、今はまだほとんど普及していませんが、eSIM を提供できるというメリットもあります。ただ、現時点ではまだ IIJ ミオから eSIM は提供されていません。というか、格安 SIM に限らず、ドコモや au、ソフトバンクといった大手キャリアもまだ eSIM のサービスはスタートしていません。IIJ ミオで提供しているサービスの料金としては、今画面に表示している通りになります。1月31日までキャンペーンが行われていますので、一部価格はキャンペーン価格になっていますが、例えば、音声通話付きで最も安いプラン、ミニマムスタートプランの場合、1ヶ月の高速通信の容量が 3GB のプランの場合、月額料金は1600円となります。現在はキャンペーン期間中ですので、この月額のデータ通信が 6GB になり、なおかつ料金は月額500円になっています。通常の料金については、他の MVNO と特に変わらないため、このミニマムスタートプランの場合ですと、料金的なメリットというのは他の MVNO と比較してもそこまでないんですが、家族で利用するとなった場合、この IIJ ミオのプランというのは他の格安 SIM と比べても優れているポイントがあります。それがファミリーシェアプランというプランで、通常1ヶ月の高速通信のデータ容量が 12GB、 そして音声通話付きの SIM を契約した場合、通常料金は3260円となります。このファミリーシェアプラン最大の特徴としては、1つの契約で最大10枚まで SIM カードを発行できるというところです。さすがに10枚の SIM カードというのは多すぎるのでピンとこないかもしれませんが、4人家族の場合、ファミリーシェアプランを契約し、 SIM カードを家族1人当たり1枚発行して、なおかつ家族間の電話をかけ放題にするかけ放題プランに加入した場合、この場合の合計金額は通常価格で8160円となります。この8160円というのは、ドコモなどの大手キャリアで契約した場合、1人当たりの料金に相当します。大手キャリアで1人当たりの料金で家族4人分の通信が賄えますので、全員がドコモなどを使用している場合と比べ、4分の1の料金になるということになります。現在、格安 SIM を利用しているのは、割とこういったサービスに詳しい人だけで、同居している家族に勧めてもなかなか内容を理解してもらえず、結局自分一人だけが格安 SIM を契約しているというケースもあるかと思います。ただ、このファミリーシェアプランに加入すると、月額料金も安いですし、かけ放題も利用できて節約効果が高いので、家族全体の通信料金が高い場合は、こういったプランへの切り替えを検討してみるのもいいかと思います。なお、このファミリープランについても現在キャンペーンが開催されていて、通常は先ほどもご紹介した通り、家族4人で合計8160円のところ、1月31日までに契約することによって月額4960円になります。他の MVNO ではこういったプランを提供していないところが多く、IIJ ミオだけの特徴でもありますので、もし自分だけではなく家族全体の通信を見直したいという方は、この機会に IIJ ミオのファミリーシェアプランを検討してみるのもいいかと思います。ということで、今回は格安 SIM の中でも歴史は長いものの、最近いまいち注目されていない IIJ ミオのお得なプランについてご紹介しました。なお、この動画の概要欄には IIJ ミオのサービス販売ページのリンクを貼っておきます。また、同時に公式サイトのリンクも貼っておきますので、詳細な内容が気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。